はい、あきらけです、えー。新しく PC を組むことにしたので、えー、紹介していきます。まあ、今回があーパーツの紹介で、次回がまあ実際の組み立てと、まあ、ちょっとだけベンチを取ってみようかなと思っております。で、えー、今回の PC のテーマというか狙いはですね、ダヴィンチリゾルブ、ダヴィンチリゾルブスタジオを高速に動かしたいということで、まあ、ゲーミング PC ではないわけですよ。まあ、ゲームをやりたいとかですね、将棋ソフトを高速に動かしたいとかですね、そういうんではなくて、 まあ、私が普段使っている編集ソフトのダビンチリゾーブ。まあ、それとまあ、あとは、まあ、ブレンダーとかね。その辺が、あちょっと高速に動いてくれたらいいかなと。まあ、あとはもうおまけみたいなものでね。一応、あの、マイクロソフトのフライトシミュレーターとかね。あと、ユーロトラックシミュレーター2とかね。そういうか、ゆるゆる系の、あの、ゲームもするんで、まあ、その辺も動いてくれればと、思いまして、組んでみました。まあ、とりあえず、じゃあ、一通り説明していこうかな。まあ、総額はあ、今回ですね。 えー、14万4527円です。14万4200、4527円のパソコンになっております。で、今までね、私これ,これ使ってたんですよ。バケツマック。えー、バケツマック言うなって感じで、ね。えぇ、ー、マックプロレート2013の安い方です。えー、で、えー、出た直後に注文し、発表直後に注文して、届いたのがね、2月に注文。あ、届きました。2014年の2月に来て、まあ丸7年。 使ったということですね。まあ、これより早ければね、いいんですよ。<laughs> でね、えー、CPU、CPU なんですけど、なんと、ライ e ン3、ライセン3の3100です。4コア8スレッドの CPU です。で、これ4コア8スレッドの CPU ってね、今、あの、Mac で使ってる G4 の CPU と一緒じゃん、みたいな。<laughs> すごいよね。当時、7年前に Apple で2番目に高いパソコンに使われてた CPU。 と、最低ランクの CPU。これ一万、一万ね、えー、いくらだっけえー、万二千四百八円。一万二千四百八円で買った CPU と、ほぼ同じ性能です。はい。<laughs> はい。で、えー、メモリーはね、メモリーじゃねえや。これは、ああ、SD、S、SSD、SSD は、ああ、ウェスタンデジタルの、まあそんなに速くない。でも最低速度ではないというね。まあこんなスペックの。 ものを買いました。これがね、いくらだったか。な12,078円だったかな。で、メモリはあ、32です。で、今使ってる Mac が16なんですけど、今度のは、あ32にしました。で、321枚よりも16、2枚買った方が安いんで、16、2枚と。ただ、あの、速度は、一応3200の速度。まあ、CPU はね、3200まで対応するっていうんで、3200の CPU じゃないや、メモリにしております。 ええと、あと、おー、まあ、OS は DSP。まあ実際にこれディスクが入ってるんですけど、ディスクを使わないで USB メモリーにもうすでにダウンロードしてあるんで、それからあインストールしていこうと思っております。え猫、ー、が横切りました。で、電源はね、もっといい電源をね、使うべきなんですよ。で、ゲームと違って、レンダリング処理っていうのはずっとね、ハイパワーのまま動く。 場合によっては何時間どころか何日もずっと、こう、高負荷のまま動く。ゲームの場合はね、時々ほら、動かないシーンとか、えー、クリアしました画面があって、ちょっと休み時間があるんでね。ただ、あの、動画の編集とかレンダリングっていうのは休み時間がな来ないので、本当はもっと高級な電源の方が、良かったんですけど、まあちょっとそこは <laughs>、ネタというか、 こうう安い電源でも持つのかというのもちょっと自分でも興味あったんで、とりあえずこれにしました。まあダメだったら新しいのにあの、もっと高級なのに買い換えるつもりでいますが、だからこれはね、えー、っとね、5995円でしたね。はい。今ずっと値段はね、全部税込みで今言ってます。はい。で、えー、マザーボード。マザーボードはね、これがね、今回のね、あの、パソコン組み立てのきっかけだったんですよ。これたまたま Amazon でね、 えー、1万5千円ぐらいで売ってたものが20、20%クーポンとかいうのが出ててね、年末にで。そうするとね、なんとね、これね、1万、1万2千、1万2千、何、何、あ、値、ね、段表が記事。えっ、ー、とね、1万2千226円。安い。で、これ、えー、もともとね、ATX で組もうと思ってたんですけど、まあ、マイクロ ATX のカードが手に入ったんで、えー、マイクロ ATX という <laughs> ことになってケースも、 えー、micro-ATX の一応ね、静音仕様の、やつを変えました。で、えー、ストレージについてはね、あのー、この、さっき紹介した SSD だけです。で、データの方は編集時はね、全部ここに、えー、持ってきて編集して、これ1テラなんですけど、終わったらね、あの、ナスに移すってことをやってるんで、えー、ですからまあこれが高速な NAS にも将来的には対応する2.5ギガの NAS に、まあ今のところうちはあの1ギガの LAN なんで、まだは使えないんですけど、 えー、高速なラインに対応するカードというのと、から、いろいろカードを挿すのめんどくさいんで、えー、Wi-Fi と Bluetooth も使えるものになっております。で、えー、今回キーボードとかマウスは買ってません。えー、今使ってる Bluetooth のキーボード、Bluetooth のマウスを使います。あとはもちろんモニターも買ってません。で、えー、グラフィックカード。グラフィックカードはね、本当はね、3060ti をね、狙ってたんですけど、なかなかね、買えなくて、 それよりももう一個上の3070というやつを買いました。これがね、6万、六万7980円だったかな。あそんなあ感じで、そんな,こんな構成で14万4527円税込みというのを組み立てていきます。じゃあちょっとパッケージを開けて内容物を紹介してみようかな。えと、まずはじゃあグラボからいきますかね。えー MSI の B550M モーターワイファイということで、えー、スペック的にはあ、どこにスペック書いてあるのかな裏かなよくわかんないな。えー、まあ私が口で言えばいいのかな、まあ、先ほども言いましたけど、狙いとしては、Bluetooth も Wi-Fi もお、最初からマザーボードに乗っかっていると。で、あと、お ランが高速、将来的には高速なランに対応すると嬉しいな。今ね、10ギガっていうランも存在するんだけど、さすがに10ギガのマザーボードはバカ高いんで、ちょっと手が出ないって。まあ、ボードだけ10ギガであってもね、周りの環境が整わないとどうしようもないんで、とりあえずまあ2.5ギガというのまあ2.5ギガりゃいいだろうと思うんだよな。通常の利用においてね。まあ今のところまだ、あの、普通のギガビットイーサーですけど。えー え i、ー、バイオス更新済みというので届いております。開けていきましょう。少々。で、えー、ボードはマイクロ ATX なんで、えー、ちょっと小さめですね。で、この。まあ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 、まあ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 、かもなく不可もなく普通の。 ま、特徴としては、あのー、こう、最初からこうパネルがついてるとかね。あと、ヒートシンクが一個だけ、あのー、冷やしてくれる。<laughs> いや、あのついてるとかね。あと、ここの、このスロットが強化されてるとか。まあ、で、マイクロ ATX なのに、あの、スロットが、スロメモリスロット4枚あるっていうのはいいですよね。まあ、ちょっと、まあ、本体、本体というか。まあ、これは、については、ま、またね、あの、組み立ての時にも、もうちょっと見せることがあるかな。 えー、あと、付属品を見ていきましょう。付、え、属、ー、品ケーブル。ケーブル。それから、えー、Wi-Fi のアンテナ。Wi-Fi6 対応なんで、こんなアンテナが付いております。と、あとは、ステッカー、ステッカーですね。えー、で、ドライバーの CD と、広告。 ねじ、うん、からええー、とん紙紙取扱説明書。まあ、取扱説明書は、日本語書いてあるのかな取扱説明書というか組、組み立て図まあ、もっとも、日本語じゃなくても何の問題もないですけどね。えと、ー、り説。お、分厚いね。本だね。すがに分厚いですけど、日本語あんのかな 日本語あ、今あったような、あったような、なかったような。漢字では書かれているけど、中国語なのか。あるある、ありますね。日本語で。え詳しく書いてあるようです。ってことで、えマザーボードの内容物紹介は以上ということです。次どれ行きましょうかね。えライゼンー ライセン3いきましょうかね。まあ、これなんかも <laughs>、まあ見てもしょうがねえかって、たぶん CPU と、これ CPU クーラーとセットなんで、えー、セットモデルなので、えー、CPU ってちっちゃいから、この横に入ってるこれだけですよ。シールとね、ライセン3ってシールと本、CPU 本体と、CPU クーラーと。ですね。まあ、この辺については、まあ,あ、組み立ての際にまたもう一度。 嫌でも目に入ってくる。で、シビュークーラー、これ使います。まあ、ライゼスリーなんでね、あの別で、どでかいクレ式のクーラーをつける必要はないと思いますし、水冷はね、私考えてなかったんですよ。水冷ってどうしてもメンテナンスが必要になってくると思うんですよ。あと持たない。今の Mac が7年使えてるんで、今、これから組む、これから組むウィンマシウィンも7年使えてほしいという願いはあります。ただね、アップルから、 あの、高速なね、良いマシンが出たらあっさりそっちに乗り換えるかもしれません。で、これな、グリスがここに、あ、塗ってあるんですね。はい。で、このままガショってつければいいと。で、このグリスについては、もうこれを嫌って、あの、取ってから使う人も多いですけど、私は、あの、このまま <laughs> 使います。よいしょ。で、グリスだってさ、それなりの値段するしね、まあ、密着さえ知ればいいんじゃねえかと思うんだよね。 えー、で、えー、グラボいきましょうかね。グラボについても、うん、よいしょこう。いろんな人がね、もうすでに、えー、紹介してるんで、まあ、わざわざ紹介するまでもないかもしれませんが、一応、<laughs> を見せていきましょうかねはい <laughs> よいしょえっとまずはすごいねこれなんでこんなにキラキラ光る必要あるのかね、えー、ペラが入っておりますねこラはペラだけですねよいしょで、えー と、ケーブルです。ケーブルが入っております。あとは、あ、やっぱずっしりきますね。えー、重い。重いです。だから、あのー、マザーボードの方でね、あのー、コネクタの部分が、ね、強化する、もしくはその、これを取り付けを、ね、きちんとしないと、ちょっと。 アザーボードにダメージがいくとえらいことですから。えわ、ー、かるかな。まあ、ヒートシンク。ファンは、サイズが違うんだね。大きさの違うファンが2枚のタイプですね。これ光るのかな別に光らなくてもいいんだけど。で、これ電源が2本必要なものになっております、まあ、だから、まあ、こうケーブルで分岐、分岐して、えー、2本刺さるのかな <laughs> 適当なことを言っておりますけど。 えー、で、ポートについてはあ、ディスプレイポートが3つと HDMI が1つということで、まあ普通のグラボと。あと何か買い物しようかな。まあ SSD はいいよね。これ、これはもういいよね。でこれメモリーはまあ見たまんまだよね。あとは何だろうあ,あ電源。クロート指向の電源。ああ、そうそう。あと、ケースか。ケース、ケースについてはまあ、あの、だから、 えストレージ類を、全く詰まないので、中にあるベイなんかは全部取っ払ってから、組み始めようかと思ってます。ケースは、あ、ケースね、電源はグロード志向の安いやつです。だから、ゴールドではなくて、これはブロンズですね。80プラスではあるんですけど、ブロンズ。です。で、ケーブル。よいしょ。ケーブル。ネジ。 よいしょ本体。よいしょまあ別に重さはいいよね。<laughs> スペック表に書いてあるもんね。よいしょ。はい。えー、こんな形ですかね。このケースに。なんかまあまあ普通の普通の電源ですよ。<laughs> それを言ったら全部普通のパーツだよっていう話なんだけど。まあまあこんな。こんな感じですかね。なとこですかね。 さっき言いましたケースは、あの方は、まあ、組み立ての時にでもということで、えー、まあ、どんな PC に仕上がってくるか、私自身も楽しみですけど、まあ、肝は、3100というチープな CPU に、この3070という割とパフォーマンスの高いグローブをつけて、どのくらいの性能を引き出せるかと。 あのー、CPU が足を引っ張るっていう風に、たまにそういう記事を読むんですけど、458スレッドはありゃあね、もう足引っ張ることないだろうと思うので、こういう構成にしました。あ以上、明らラが、これから PC を組み立てるぞということで、えー、まずは部品の紹介をしました。以上です。